皆さんこんにちは、なおこです。見てください、このパン美味しそうですよね。そう、今日のビデオは私の休みの日の Vlog です。美味しいパンを食べて美味しいコーヒーを飲みます。マーケットに行ったら美味しそうなパン屋さんがありました。全部手作りだそうです。で、小麦粉も国産の小麦粉で、添加物とかは使用してないです。嬉しいですね。グルテンフリーとビーガン、はい、米粉が人気なので。まあ、試食用に切ってくれています。私が紅茶とキャラメルの ありがとうございます。これなんて言うんですか？カンパーニュです。カンパーニュ、はい。お水と小麦粉、はい、で作るものなので、はい、これも一応ビーガンの人とか、はい、こういうの気にする方はこのカンパーニュの方を買っていったりしますね。あ、そっか、バターとか使っていないんですね。店員さんとたくさん話をしていたら他のお客さんも来ました。あ、よかったら。 ありがとうございます。じゃあ1個もらおう。いただきます。紅茶とキャラメルです。試食。そして紅茶とキャラメルのカンパーニュというパンを試食しました。美味しい。初めて食べる味でびっくりしました。少し甘くて美味しかったです。じゃあすいません、このアップルシナモン一つと、はいはい、あとせっかくなのでこのカンパーニュも一つお願いします。そしてクランベリーとクリームチーズのパンを買いました。はい、1120円ですね。すいません、片手で。はい、ありがとうございます。いただきます。そして次は近くにあったカフェに行きました。テラス席もありました。おしゃれな雰囲気がありますね。コーヒーだけじゃなくてスムージーなども売っていました。そしてリラックスした音楽が流れています。あとたくさんのスコーンも売っていました。卵とバター不使用って書いてあります。不使用。美味しそう。これは人気ナンバーワンですね。そう、このお店の中のスコーンで一番人気があるということですね。じゃあ注文します。すいません、お願いします。じゃあカフェラテのレギュラーサイズ一つと、アイスとホットどちらが美味しいですか？アイスでお願いします。あとスコーンの、なんだろう、人気ナンバー2って書いてあるのはプレーンでしたっけ？プレーン。じゃあプレーン一つお願いします。以上でよろしいですか？はい、以上です。650円になりますね。はい、目の前でコーヒーを作ってくれました。今月のハンドドリップと書いてあります。いろいろな種類のコーヒー豆を使っているみたいですね。あとハンドメイドのアクセサリーも売っていました。ちなみに皆さんはコーヒーをよく飲みますか？実は私は最近までコーヒーが飲めませんでした。だけど1年前くらいからコーヒーが大好きになりました。はい、ありがとうございます。はい、いくらでしたっけ？650円。あ、650円。1000円と1050円お願いします。はい、400円。はい、ありがとうございます。じゃじゃーん、カフェラテをゲットしました。サンキューってメッセージが書いてあります。嬉しいですよね。すぐ近くに公園がありました。椅子と机もあったのでここで撮影します。ここで撮影しよう。見てください、ハブ注意って書いてあります。ハブ、ハブはこれです。このヘビ、
へえ。なんかハブは毒を持っているから結構危ないらしいです。私はまだ見たことありません。コーヒーです。そしておお、プレーンのスコーンを買いました。やったー。この日は風が強かったです。じゃじゃん、買いすぎました。じゃあまずコーヒーをいただきます。コーヒーはバランスがすごく良くて美味しかったです。うん、美味しい。カフェラテです。美味しい。そして次はシナモンロールを食べます。アップルシナモンロールです。そう、これが本当に美味しかったです。次はクランベリーとクリームチーズのパン、これも本当に美味しかった。多分冷やしても温めても美味しそうだなって思いました。そして次は試食をした紅茶とキャラメルのカンパーニュ、紅茶の香りがすごく良かったです。そしてふわふわで少し甘くて本当に美味しかった。最後にスコーンを食べました。焼きたてで美味しかったです。少し苦いコーヒーに甘いスコーンがとても合いました。全部食べることができなかったので残りは車で食べました。少し海の近くを歩いて帰ります。おっと、ここで何かを発見。これはシーサーと呼ばれるものです。沖縄の家の屋根や家の入り口などいろいろなところにあります。沖縄に古くからあって悪いことから人を守ってくれるそうです。これは帰り道です。海が見えてとても綺麗ですね。ちょうど撮影した時は桜が綺麗に咲いていました。ちなみに撮影をしたのは2月の初めです。そう、日本の南にある沖縄では桜が1月の終わりから2月にかけて咲きます。本当に景色がいいですよね。この日は天気も良くて気温も暖かかったので本当に気持ちよかったです。今座れる場所を探しているんですけどどこにもないので歩きながら話します。今日は朝早く起きてマーケットに行って、コーヒー屋さんとパン屋さんに行きました。そう、コーヒーも、スコーンもそしてパンも全部美味しかったです。本当に。問題。私は昔からコーヒーが大好きだ。丸か×か。実は私は最近までコーヒーが飲めませんでした。だけど1年前くらいからコーヒーが大好きになりました。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。またねー。